神内様に献上されたおみきです。マロードから順これ、はい、汚れを遠ざけてくれます。これをいくら飲んでいただいても結構です。お酒はたくさんあります。普通のいいお酒よ。吟醸感がする。春秋様はどんと濃いです。ここから大人ね。いただきます。一通り回ったか。伝承知らない方も。そうですね。それじゃあ神内様は山の神、オウム狼様は他のお守り様、読み人死んだ人、怖い。大丈夫、私が。狼様は今も神藤吉の神内名字じゃが、安水には別の話が伝わって、狼様は確かに人を、じゃから人は蛇様、猿様、カラス様、クモ様に頼み込んで狼様を騙したんじゃ。人は宴を開く、他のお守りもしきりに酒を勧めるものだから、やがて狼様が眠ったところ、それから富士吉のものはますます栄えたが、時折よ狼様は人に化けておられる。しかし一日にくくれるのは一人じゃから、こうして集まって夕霧が立つのは、狼風呂を浴びて一人一つの家に閉じこもって、きちんそうでないものは汚れを受ける。神内様の神罰じゃ。わからんところは教えて。ともかくも遊戯、そして置き場によも。遮ってすみません。安水に点在する岩石のことだ。人工物と思われ。安水のものはあれは敬う。かつて水場ができる前は岩の上で火を焚いたことから置き場と呼ぶのだと。安水はね、貧しいところよ。土も悪い。でも置き場があるから。なるほど。それで印っていう、あのひし形に渦。そう、あれが3つ。なんでそんなことがわかるんです。山祭り言うてね、毎年そこで狼様の人数が似たようなやり方で知らされるのよ。なんで3人。親と子なんじゃと。とにかく私も信じがたいけどね。それが安水のものが長者の皆々様によくしていただいている理由、あたしらの責務じゃからね。富士吉という村の存続は安水によるところが大きいのですから。
タイバー、ちょっと待って、まだわからないことが。なんね。狼様は必ず一晩に一人だけ。そうよ。それはどうして？神内様のお膝元。神内さんはどうして？それは墓。あともう一つ、蜘蛛の籠で一人を守ったら。それはできんよ、蜘蛛の籠。タイバーは。それは私が。タイバーは読み弓の宴に参加したわけじゃないんだよね。おいヤス、言った。霧が出るたびに宴があるなら、誰かは宴。僕の覚えてる範囲じゃ。兄ちゃん、やめてよ。やめてよ。でも、は。ヤス、わしが後で。あん時には、せがれと嫁が死んだ。おじいちゃん。上の土砂崩れの現場見たか。ありゃ8年前に野里が手入れたら崩れて、そのまんまになってる。あたしは休みずにおらんかったよ。あたしは今回が初めてよ。あ、でもあたしのおばあさん。そう。もういいだろ、酒飲んでクソババ。誰をどう選べっつんだよ。あ、昔話が本当ならこの中の何人かがすでに死ん。あるわけねえだろそんなもん。どうせこれも長者どものせいだ。霧の間に何人かぶっ殺して。ムロ貴様、時代遅れの頭腐った下道だと思ってる。でもどうやったらあんな殺し方ができるっていうのさ。それは匠、なんだって関係ねえ。狼は宴でくくる。おやっさん、かんちゃん、どうやってくくるもんを決めればいいのかねえ。おやっさん。おじいちゃん。おい、不妻子雄太か。何でしょう。死んでくれんか。え、上松。牧島様。ええから次へ。あの、大丈夫ですよ。いただきます。どういうことですかね。まず誰か死なねばならん。一日たりとも無駄にはできん。じゃが一人死ねば分かることがある。てめえはわしらのために死んでくれんか。
もっと次へ。しかし、いただきましょう。あの、待ちなさい。何を言う気？黙って聞いてれば何？みんなこれでいいの？だとす、マミヤさん、あなたおかしいと思わなかった？あのタイミングで耐え上がった。まさかそんな全体的なって思ったけど、これはよそ者を略取して殺そうって。それは違う。言いたいことはわかるが、本当に偶然。でも今の不採取君への物言いじゃ、次。そんなことはねえし、不採取をやるってのは。たぐみ、皆さん、そんなやり方じゃまずい。ちゃんと怪しいやつを放っ。全員怪しくね、話し合いで何が。全員、あ、うん、なんで。関係ねえのよ、読み意味の宴には。化け物はこんな。それがよは、化け物。よしつぐ、お願い。ババアは化け物なんて信じるのかよ。俺は信じねえぜ。釘を撒いた。最近大工仕事なんかなかっただろ。釘買う金もねえようなところだぜ。長者のせいだって言うのか。他に何があんだよ。あの連中がひ、ああ、馬鹿げている。若えのは樋口が差し向けたな。樋口からなんか聞いてねえか。え、妻子よ。たらどうするの。山がすべて許す。許されようがなんじゃろうが、大か、まあ不採取のことは深くは聞かん。じゃが一人死なねば話、わしはそ。じゃあ私が代わりにくくられる。私はこんな卑怯な方法でできたばかりの隣人を殺。どうしても一人分の死が必要なんなら私でいいでしょ。迷惑。知恵ねえ。ヤス君、私ね、さっき一瞬思っちゃったんだ。それで肝臓じいちゃんが春秋さんに、一瞬でもそう思った。だからとりあえずで。知恵ね。そうだよ、その、身代わりが知恵ねえじゃなくたって、芹沢様の理由なき死を丸尾殿に求めるなど。ならおめえが身代わりになれや。ちょ、わしは。何をバカなことを。夢見の守り手、てめえは黙って。確かに私は加護もなく、ただめえ。ガキを出しにして命。義経、お前いいこぶってんじゃねえぞ兄貴。あいつらのせいでおふくろは。植松さんは関係ない。安永、義経。あの、僕が猿です。安永。僕は猿の加護を受けました。一番兄貴。本当だよ義経。肝臓さん、けど宴の外の事情を使って。それよりまだ僕は猿だ。そして待ちなさいな、ヤス。いや、タイバ、猿に限ってはあ、こ、猿は二人いるけど、特別な力はない。猿であると、むしろ明かした方が、容疑者を二人減らすこと。そっか。さあ、名乗り出てください。
ヤス、勝手な真似してんじゃねえ。勝手ですって。猿が名乗ればいいだ。今、ヤスの意見に納得できたやつ、おるか。誰も分かってねえ時に勝手な真似して、そいつは狼の手だ。待てよ、ヤスさん。それじゃ。ヤスの言っとることは間違っちゃねえ。猿は語れんからな。ヤスは、じゃが説明もなく動くな。他のもんは。改めて説明。うん。真似しても。なるほど。今のでもわからない人いますか？あのおじいさんとちっちゃい子は無理よ。で、みんな理解して猿は名乗り出てください。どうやらもう一人の猿は根本的に何も分かっていないものら。いいえ、どうして名乗り出てくれないんですか、肝臓さん。おやすさん、うん、そうか、そいつは安心。カンちゃんが人じゃったか。それはなんとも頼もしいね。なぜ名乗り出なかったんですか？わしから見れば、ヤスがわしを名指しせねば死ぬ。そんなバカな。勝手に動くな。すみません、いい加減喋っていいですか？僕はまだ死にたくありません。命が惜しいわけじゃない。死ぬよりまだ皆さんの役に立てると思うからです。牧島さん、朝僕におっしゃいましたよね、加護は腹に出るって。この説明みんな知ってるんですかね？言うてなかったね。加護の印は体に出るって言われてるのよ。安水のもんなら今日の朝に体を見たとは思うがね。もし隠し持たなきゃいけないんですか？いいや。なるほど、外部者である芽衣子には言って聞かせてありますの。 OK です。見てないわ。何なの？つまり間宮さんは自分で気づいてくくるもんを決めるまで。なるほど。では間宮さんは、あ、うん、そして僕がカゴ持ちであればやはりくくれないが、そうでなければくくろう、そう思って朝僕に聞きましたね。あら、見たか。は？使いの加護は腹に出る。そしてどうやら僕に加護がなさそうなことを確信し、ようしたと頭が回るな。肝臓じいちゃん、ひどっ。ちえみちゃん、まあいいよ。僕は人の一員としてその一日を使って、そして明日情報を皆さんに伝える。それでダメなら僕をくくってくれて結構です。ハル
月さん。皆さんがそれにどくくるものは猿である僕と肝臓さん、夫妻子さん。なら、そうせ。じゃあ誰にすんだよ。義継、お前ちょっと黙ってろ。匠兄だってよ。気に入らねえでくくってたら長者と同じだっつってんだ、バカ野郎。提案があるのだがね。なんじゃ、野里の。このままでは拉致が飽きますまい。ああ、冗談じゃねえ。いい加減ではない。結局のところちゃんと話し合って。匠兄ちゃん、気持ちはわかるけど。でもそんな。兄ちゃんどう思うの？僕も。安くも。それで上松の。あります、確か。夫妻子君。何でしょう。お酒や文具が準備してあるということですね。藩士だって何十年。だったらやっぱりこれはに。この建物は新内権現の社です。たくさんのお幹に大昔から変わらぬ。つまりこれは今回だけの。長者四家はこれが実際に使われるということ。私も樋口に読み入りして1年近くはいたけ。そうだったんですね。まあ僕も一瞬そういう感じだったけど。お前には伝えんだろう、たとえ秘密が。おっちゃんに言われたくないな。結構複雑な。私も効能の荷車だけが知る。よしを。あんたじじやんな。よし、ちった頭。たくみにいいのかい。おやさん、マミヤの言う通り、長者の誰かは俺らがこうなることを知りながら。上松、本当に何も知らねえのか。いっそ言った方が。私はただ神様のよみがえりが近いと。嘘だって、神様は。ハル、ハルね。治った。ハルちゃん、し、どかんか近持ち。クソ。だから昔も言ったはずですがね。せ、私が孫に触るな。ハル、落ち着け落ち着け。わしはここにおる。何を聞いた？おお、神が。じじ、今はやめ。匠さん、乱暴はやめ。ナムシン内大権現、ナムシン内大権現。私、何。おとなしゅうしとけ。おじいちゃん。書き終えております。
もう少ししたら再開する。上座の門から順に上松のは誰が誰に入れたか知るぜ。わかった。わかりました。間宮様と房石様は。わしはそうするが。まあそうでしょうな。先ほどの彼らのおっちゃん、はるちゃんのじっちゃんの、私は正しいと思うこと。今から殺す人を選ぶのに。どう、狼様はこんなの歴史とした犯罪よ。ジジイだ。わりゃリカコさん、彼に。はい。やっぱりおかしいわよこんな。わからんなら黙っとけ。何よ、じゃあ説明。マミヤさん、僕らなぜなら票の剥奪、何らかの理由をつけて投票権を奪えるならいくらでも暗躍の余地が出るし。よそ者に投票権を持たせたくないって考えの人いっぱいいるだろうしね。あなたには申し訳ない話ですが、僕らは安水を異変から守るために。あなたは生き残りたいでしょうが、人ならばくくられることを拒んではならないんですよ。これ終わったら結構。ではお次。わしはてめえに入れる。上松の理由を伺っても。特にねえ。な、特に不思議はないでしょう。肝臓さんは不採石さんと間宮さんをくくらないなら。やす、どいつもこいつも。わかりました。やれやれ。私はようわからんが、肝ちゃん、それで肝ちゃんとやす、そう信じるのは。じゃあ。は？なんでだよクソババ。そうやって乱暴にしてお母さんの。そんな理由かよ。わかったぜ。さて、名子に。ムラ様。この時期にこうやってやってきて。でも。わかってるが、じゃあどうすんだ。もし本当にこいつが狼なら。言っておくが、化け物を認めるわけじゃねえ。心配するな。以上。次。安永。母さん、それは良くない。わざわざ危険しようとする人は。じゃあ事前に宣言してもいい。好きにせ。僕は。なんだ。まだ誰も怪しくはない。そして長者が何かしら知っているという点に同様のことが上松さんにも言えますが、今回のことを知っているかも。なるほど。安水の上藤吉への恨みは覚悟。それなら。そうなるでしょうな。流れ、私をくくっても一日。私の新入りの彼に。おっちゃん、じいちゃん。誰もそんなもの最初からやってないがね。10割の自信があるわけではないが、それ。誰だって生き残りたいでしょうが。まだ来られて一日の。何とでも言えばよろしい。私からは以上。僕はもう言った。おっちゃんに。貴様もか、近持ち。だってこっからりっちゃん女の子だし。そし、近持様。りかこさんを守ることに依存はないが。じゃ、おっちゃんに入れそうな人よし。上松に一票。あらん。俺はそこのバカ病院より、まあ本当はどっかのクソババアに入れてるところだけどよ。次、知恵姉もそうし。私。はあ？ちょ、待てよ。なんでそんな。はあ？よし君、もし君が狼じゃないの、狼が上藤吉の人やお年寄り。野里さんの言ってることには9割反対だけど、君じゃなくてほしいけど。そんなん。よし次、どうか大人。大丈夫だって。よし君はそう。そこのなんとかさ。まあ仕方ないね。春秋様、リカ子さんの番だよ。私は。おやさん、禁じられてはおるまい。聞いたこともありません。リカ子さん、私があんなこと言った。いい、私
投票先に。どうか幼すぎるこの子には。メイコ、お姉ちゃん、お姉ちゃん意地悪。次、春明さんだよ。最大得票者が、うん、それらを除いた他のもんで投票する。その決選投票で票が勝っ、それが皆の意なら誰もくくられ。マミヤさん、聞いてどう。正直この状況で、私は殺人を防ぐわ、可能ならね。それはそんなの知ったことじゃ。あなた方がこうやって犯罪行為を容認するつもりなら、ぶっちゃけ皆さんの中でも少なくない。出ないとこんなに、その状態で人死にを出すことは、ええ、まあ答えはもらえないですよね。分かってました。悩むならば芽衣子ではなく私を。悩むならば芽衣子ではなく私を。僕は芽衣子に投票します。前と同じもんに投票するんで。それでも待って、ちゃんと票を取り直して。そうだ当然だ。私は、はい、もちろん。その必要、当然でしょ。肝臓じいちゃん、ちぃ、てめえ数に合わせて変えるような気で最初の票入れやがったか。人のために選んでおらんのか、てめえらは。そうだな、よし。近持ち、やめろ、おやさん。知っ
ってるだろ。それで狼を利するなら。それも、わかるだろ、おやっさんも。なあ。すまねえ。しかし。私は、覚悟じゃが、仕方がないわよ。わかっ、後悔しても知らんぞ、てめえら。久石さん、わかった。春明さん、ちょっと。春明様。ちょっと面がいいからって。今のそういう。じゃあ僕とも話そう、しっこまん。定着する前に言っておくけど、その呼び名はやめてくれ。あれ？それでまたいたずらする気で。何よこの流れ。あんまこそこそ話は感心できねえな。いくら霧に巻かれてもこんな狭いところだ。小声であっても必ずだバレたらまずい話。ご忠告感謝します。さあ、久石さん。人並みには